こんにちは、ひげです。たくやです。おはようございます。おはようございますよな。おはようございます。おはようございます。ここどこですか？ここはね、後もそも参道店の前に来てます。はい。今ですね、10時45分過ぎぐらいなんですけれども、はい、本日の企画、並び。何の並びですか？はい、一応ね、そうだね、視聴者さんに伝えないといけないので、やっぱりでも、この流れで並びというと、エアマックス97シルバーウォレットでしょ。今日発売日ですね。今日発売日ですから、この時を俺は待ち望んでましたからね。はい。ですから、もう我先にと言わんばかりに、オープン前に並んでおりますけどもですね。あと15分ぐらいあるから、まあ、並びもそろそろこう出てくるんじゃないかななんて思うんですけど、ね。本当ですか？スニーカーズ見たんですよ、来る前。残ってましたけどね。97？ はい。マジ？大丈夫そう？嘘でしょ。あのね、大河君、ちょっとね、はい、今、正直俺も、はい、マジとかって言ってたけど、はい、もう知ってた。あ、そう。うん。あの、スニーカーズ、もう俺確認してた。あ、ほんと？確認してたけど、はい、やっぱそこでまずは並びに来るっていうのが、はい、YouTube でしょ。見たかったでしょ、こういう動画。いやー、視聴者さんも多分こういうのがね、一番好きだと思うんだよね。嘘つけ。好きでしょ、本当に。さすがにね、人をしっかり映すのはちょっと難しいと思うから、タクヤの背中側に外国人2人いるでしょ。はい。その人たちが並んでるかと思ったの、最初。絶対違うでしょ。あ、先越されたなんて思うじゃん。マップ見てましたからね、普通に。どこ行くか。キャリーバッグ持ってらっしゃるんですけど、その中に全部97詰め込むんじゃないかぐらいだと思ってたんですよ。そんなヘッズじゃないから。あ、そんなヘッズじゃない。そんなヘッズじゃないから。ちなみに一応ドレスコードかなと思って、ちゃんと、97入ってきました、これ。あと、なんか念のためよ。念のため。ちょっとこの、襲来本を。いや、ドレスコードちゃうぞ。あ、ドレスコードないよ、これ。全然違う。あ、違う。今日ドレスコードなし？ないね。あ、ほんと？まあ、備えあれば憂いなしってことでね。今の現状変える確率がすごい高いんですけど、うんうんうん、まあ、買って、今回みんなね、お楽しみしてた、飯の。あ、そうそうそう。あ、そうやな。Vlog も一緒に撮れるって感じですもんね。GK マップ、すげえ言ってたけど、はい、俺、ちょっと触ったの、素材を。はい、あれ、オクラやな。ほんと？あの、ね、またいつかやりますよね。いつかやるんだけど、あの動画作ろうと思った時に、はい、分かりづらい。難しい。ちょっと難しかった。はい、だから、渋谷原宿行った時に、はい、飯をどっか、こう、毎回違うところ行って、はい、そこでピン刺ししていく感じでいいんじゃないかな。ああ、そういう感じです、うん。っていうことでですね、あと、もう何やかんや、あと10分ぐらいで、オープンしますので、はい、買っていきたいなと思います。うっすー。はい、オープンしたんで、行ってらっしゃい。はい、行ってらっしゃい。買いました。ありがとうございます。ありがとうございます。前回学んで今回バック付けですね。あのね、ちゃんとコメント来てたから。ちゃんとコメント来た。あと前の2人の外国人さん、そう、お並びでした。いや、お並びでした、本当に。で、なんならちょっと仲良くなって写真撮るっていうね。3人してインスタのアカウント見させていただいたんですけど、ガチスニーカーヘッズ、ガチスニーカーヘッズ。もしよかったらあのインスタグラムのアカウントリンク貼っておきますので、まずはチェックしてみてください。はい、お願いします。バイバイ。バイバイ。バイバイ。ハルヤです。はい。ちょっとね、これからあるとこ行きますので、はい。ちょっとついてきてもらっていいですか？あ、わかりました。お願いします。お願いします。これからどこ行くんですか、これ？今、トンちゃん通りや。トンちゃん通り通ってますね。このトンちゃん通り抜ければ、バーム東京があるようなルートなんですけど、はい。ちょっとしたところにね、私の前の会社の事務所がありますので、はい。そちらの方に行きたいと思います。何をしに行くのかも大体分かってきた。分かってきた、はい、物はあれとしても、はい、ちょっとね、用があります。はい、行ってみたいなと思います。お願いします。はい、はい、ということでね、アトモスさんの事務所にちょっと行ってまいりましてですね、はい、何かと言いますと、ちょっとある靴をねお借りしまして、見せ、いやー、まあ一応見せるか、中身は見せないんですもん。なんとですね、これをお借りできたというね。マジか。借りれたんです。なんと今話題のねやつなんですけども、ジグソー毎回借りに行ってくれてたじゃないですか。借りる現場を僕初めてね見ましてね、うん、めちゃくちゃアナログだったでしょ。はい、手渡し、手渡し、フィジカルというか。でもこれ借りれたのはいいけど、はい、俺正直ターミネーターを知らないから、はい、タクヤがなんか持ってるでしょ。持ってます、持ってます。そのなんか企画なのか、はい、そういうのやりましょうって。だから一旦聞いてみたら、担当の方が全然お貸しできますよって言ってくれたから、
まあ、借りたんだけど、はい、そこはまた改めてあのどういう動画にしていくかちょっと相談していきましょう、はい、俺正直借りたのはいいけどマジでどういう動画にしようかなって未だに悩んでるからオーナーさんいるやん、はい、いつもお世話になってるさ、はいはい、あの方も多分持ってるかもしれないからあ持ってたと思います持ってるよね確かに確かオリジナル持ってたじゃないですか ねだからそういうのでさいろいろと、はい、やっていきますこっからはとりあえずもうお昼時じゃないですかそうご飯食べに行く感じですねそうやな打ち合わせがね、はいはいはい、すぐそこにあるから、はい、その打ち合わせ場所に近いねピッツァニスタはいはいあのねピッツァニスタに行ったろうかな、まあ、行きたかったのねそう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 行こうかな言うてお前、そこへ出てたの？もう、目移りすな。ごまだれ。ピザ行きますよ。ピザ、はい。今度行きましょう。今度行こう。え、うまそう。地域マップね、はい、やっぱり、ちゃんと撮りたいけど、地域マップ一本だとちょっと難しいなっていうのを感じたんで。今 GK さんファインプレイしましたよ。何？虫がずっと後ろついててました。マジ？とか言ってずっと。マジで？取れてる取れてる取れてる。そんなことある？めちゃくちゃ面白かった。いやまあだから渋谷原宿来た際はその日に1個紹介していくぐらいがいいかな。メンチューこんな並ぶんや。めっちゃ並んでます。あ、そうなん。本当はねメンチューしてもよかったんやな。はい。めっちゃ並んでるんで。メンチューしてまた次の機会。はい。え、おならすよ。いや、おならしないです。クーンって聞こえたけど。してない。あ、そんな音や。結構しっかりめの音って聞こえたからさ。ここの路地っていうか入ったところも意外にね、あるんですよね。ケベロスとか、グレートバーガーとか。ここ、あれありますね。あの、GKさん、また GK マップ始まってる。あ、始まってる。始まってるから。まあ、ちょっと行ってみたいなと思います。はーい。おじい。おじい。はい、ということで、本日の昼食はですね、こちら、ピザミスターになります。前回食べれなかったんでね。そうそうそう。そう。私、俺、場所的にすごいエモいよ。ここで働いてたから。そうかそうか。ピザ屋じゃなくて、ピザ屋の前が、うん、あの2店舗連なってるお店だったのね、はい、アパレル。そこの一つの方に僕、3年間ぐらいずっとここで働いてたから、めちゃくちゃ懐かしい。ということで、ちょっとピザ、食らいましょう。食らいましょう。おいです。おはようございます。おはようございます。はい、ということでね、ピザニスタのピザ食べまして、はい、食べ終わってから、ちょっとここの建物で先輩というか、もっと上司というか、はい、その方がですね、今事務所構えているところがあって、はい、そこでちょっと打ち合わせがあったので、今打ち合わせ終わりました。はい、まあ、そんな感じですね、今回はここで終わりたいなと思います。今日の動画は
どんな動画だった？獣犬さん 9.5 割ぐらい出て僕がちょっとだけ出たって感じの動画でしたね。そうやな。いや、面白かったです。面白かった。はい、あ、よかった。普段は僕の靴に付き合ってもらってる回が多いじゃないですか。こういう Vlog って。で、今回は獣犬さんがメインの僕が付き添いで行くっていう感じなんで、まあ、朝早起きするって、こういう気分なんやなーって。あ、そうやな。なんか、いやいやみたいな言い方してるけど。はい、いやいや、そんなことないですよ。朝起きた時に、スニーカーズも残ってたんで、獣犬さんもちゃんと起きれてるからみたいな、前日も結構夜更かししてたじゃないですか。夜更かしとか、わかんたっぽいわ、見てたから。なんで、大丈夫かなと思ったんですけど、やっぱ自分の欲しい靴の時ってね、起きるんですよ。それが実証された。あ、確かにね。あんまり僕、並びとかはあれだったんですけども、今回に限ってはちょっと欲しいものがあったので、並ばせていただいたというような動画でございました。ちょっと編集をまだしてないから、どういう風な編集になってるかわかんないけど、楽しんでいただけたら幸いです。97はね、まだテントとかにも、まだあったみたいですし、まあ売り切れてるかもしれないですけど、もし気になる方は97チェックしてみてください。でも、言うたらじゃあ、みんな97も欲しい人もいるかもしれないけど、シカゴじゃん、やっぱ。今月はみんなそういう方が多いと思いますね。来週だっけ？来週だったと思います。ぐらいやな。俺でもそのぐらいしか知らんもんな。はい、そう、だから本当に来週から再来週もわかんないですけど。興味ないやつは変だけど、まあまあ、皆さんはね、シマナコになってるようなモデルが今月発売されるということで、はい、まあもし、残念ながらゲットできなかった方はですね、97にシフトするのもいいかなと思いますので、何卒よろしくお願いしますって、俺の靴じゃないんだけど、はい、ぜひチェックしてみてくださいって感じでございます。お願いします。はい、ということで終わりましょうか。はい。おいしー。おいしー。